それにしてもニューバランス増えたなぁ。本当にどれも同じような色でデザインで、どれがどれだかわかんないよと突っ込まれそうですが、皆さんこんにちは。スタイリストの大山俊です。今回はですね、僕も大好きなニューバランス。この数年間でかなりいろんなものを買ってきたんですね。今回は僕の私物のものをですね、こちらテーブルの上に置いてあるわけなんですが、まあ、この中で大人の男性におすすめのニューバランスはどれなのか、ニューバランスナンバーワン決定戦ということ 今回は動画を撮影しててみたいいなと思っています、まあ、本当に最近ニューバランスの勢いがすごくてですね、苗、ま、木、あ、も相変わらず強いんですが、その勢いに迫るようなですね、猛烈なスピードで追いかけてきているのがニューバランスという存在かなと思います。僕も日頃からいろんな人のファッションを観察してるんですが、その中でも圧倒的にニューバランスですね、履いている方の割合が数年前に比べてかなり増えたかなと思います。元々はおじ さんが履いてそうななんかダサいよねというイメージのニューバランスでしたが、だんだんですね、トレンド感があって、おしゃれな人が履いてそうなイメージというところが浸透してきつつあるんですね。まあ、その結果、だいぶ履いている方も増えましたが、まあ、どれを選んでいいのかわからないという方も多いかなと思います。そこで今回は僕の私物のニューバランスを持ってきまして、ナンバーワン決定戦をお伝えしたいなと思ってるんですが、まあ、ただナンバーワンといっても、いろんな切り口で、それぞれのジャンルのナンバーワンがあるかなと思います。 と思うんですね例えば初級者向けのナンンバーワンはどれかかだとか自分が個人的に大好きなものはどれかだとか、デザイン的にこれは完成度高いねだとか、まあいろんなジャンルがあるかなと思うんですが、今回はですね、私物のものの中で様々なニューバランスラバーの方に届くようにですね、おすすめのニューバランスのスニーカーをですね、皆さんにご紹介したいなと思っています。ちなみに僕はニューバランスのスニーカーを語る上で、機能性だとか構造的な部分ですね、このあたりにすごくこだわりを持っている方、 方もいらっしゃるかなと思うんですが僕はどちらかというと、見た目の雰囲気だとか、ファッションとの親和性だとか、そのあたりを含めて、結構ニューバランスのスニーカーを選ぶことが多いんですね。ですので、機能的なお話に関しては、結構様々なブログですとか、YouTube の他のチャンネルでも解説されているので、そのあたりはですね、今回は割愛して、デザイン的な使いやすさというところで、どんどんお伝えをしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の どうもよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはニューバランスナンバーワン決定戦をお届けしていきたいなと思ってるんですが、まあ結構ですね、これまでにご紹介したものもあるんですが、まあニューカマーですね、このあたりから解説をしたいなと思ってるんですけど、最近買って個人的に一番ですね、気に入っているニューバランスのスニーカーは何かと言いますと、僕のナンバーワンはこちらですね。これニューカマーですね。ちょっと前に話題になっていたモデルなんですが、990V6 というものですね、購入しました。 これはですね、僕も発売当初から知ってはいたんですが、正直お伝えしますと、デザイン的にはそんなにグッと来なかったんですね。まあ見ていただくとわかる通り、ちょっとですね、ソールの厚みがしっかりとしていて、よりですね、スポーティーな印象とか、まあ最近のですね、ちょっと厚底系のスニーカーというところのトレンド感をついたようなデザインになっていまして、990の中でもこの先代となる 990V5 に比べると、だいぶですね、 ねデザイン的にはまあ、良くも悪くも野暮ったくなったなという印象だったんですねなので僕はですね全く注目してなかったんですが、まあ、たまたまですねジンボチョキックスというですね、まあ、ニューバランスが好きな方にとってはすごく聖地のような場所があるんですけどもそのお店をちょっと訪れる機会があって試着をさせていただいたんですねその結果んーまあいまいちなんだけどなんか引っかかるなというところで最初の印象はやっぱりそんなに良くなかったんですが履いていて3分 くらいすると目がだんだん慣れてきてめちゃくちゃよく感じるようになってしまったんですねその結果こちら990 v 6を購入してしまいましたまあ、正直ですねデザインの完成度としては僕が持っているスニーカーの中ではこちらのよく履いている 992ですね。こちらの方が僕は完成度高いと思ってるんですね。まあこちらと結構ですね、990V6 ちょっと似た感じがあるなぁと思ってるんですね。まあソールの厚みで言ったらこちらの方がしっかりとしていて、まあよりランニングシューズっぽいイメージかなと思うんですね。まあ最新のテクノロジーもですね、ちゃんとこう搭載されているので、履き心地だとかランニングシューズとしての完成度は高いんですが、見た目の完成度で言ったら、やっぱりこの2つを所有 している僕ととしては992の方が高いかなと思うんですねこの N の小ささですね。このあたりのバランスもいいし、まあ、グレーのニューバランスは僕大好きで色々と揃えてるんですが、グレーといってもそれぞれ色味が違ってくるんですね。この992に関しても、990V6 に関しても、どちらもですね、グレーの中で、まあ、中間的なミディアムグレーからちょっと明るいぐらいのグレーなんですけども、上品な質感が漂うような色合いで、まあ、どちらも好きなんです。 ですね。よりデザインに無駄がなくて、ミニマルな雰囲気が漂うのは992だと思ってまして、未だに僕が持っているニューバランススニーカーの中では、 992が一番完成度高いなというところは、まあ間違いのないところではあるんですが、今の気分だとか、履いていてテンションが上がるというところで言うと、最新作である 990V6 というところにですね、やっぱり軍配が上がるかなと思うんですね。僕自身もミーハーなところがあって、今旬なものだとか、今2023年の段階で最新の技術が搭載されていて、なおかつニューバランスの最先端を感じられるこの 990V6 というものに対して、 やっぱりですね、履いていて気分が上がるというところでは、今気に入ってるスニーカーナンバーワンはこちらなのかなというふうに思っています。まあ、なかなかですね、レアなスニーカーで買いづらくはあるんですね。ですので在庫を見つけたらすぐに買う必要があるかなと思うんですね。あとはスニーカーダンクだとか、そういったところでも販売されていて、ちょっとプレネはついてるんですけども、まだなんとかギリギリ手に入るかなというような範囲内なので、まあ、非常にこれは気に入ってるスニーカーです。まあ、ソールはちょっと厚めではあるんですが、結構軽量で、 デザイン的には癖はあるんですよ。だけど、ニューバランスってそもそもスタンスミスだとか、 オールスタークックのような、もうシャープな、無駄のないデザインと比べれば、そもそも、どれを見てもですね、ゴテゴテしてるんですね。まあ、その中で、さらにこう、ゴテゴテ感は増すんですけども、この独特のやぼったさというのが、まあ、魅力ではあるのかなと思っています。グレーのスエドの色合いですね。このあたりも素材感すごくいいですし、あとは N の表現なんですが、これは、ちょっとこう、デザインの中に埋もれるような感じですね。個人的には埋もれ N と呼んでるんですけども、このあたりも、最近の U1 スニーカーの中ではちょっと増えてきてるんですが個人的には好きなアプローチですね992に比べると結構大きめの N なんですがまあ、これはこれで存在感があっていいのとあとはグレーの色合いの良さと あとはちょっとスウェードの分量がちょっと少なくてですね、メッシュ部分が多いんですね。このあたりはスウェード多い方がより上品になるかなと思うので、少しカジュアル感は増すかなと思うんですが、どうしてもミーハーシンをくすぐるような、ちょっとした希少さも含めて、今気に入ってるナンバーワンは 990V6 かなというふうに思っています。一方でニューバランスを一番最初に買うのであれば、どれがおすすめかというと、やっぱりこれかなと思います。今までちょっと手元になかったので、改めてですね、購入してみたのがこちら。 996ですね。まあ996もいろいろと種類がありまして、M996 というですね、メイドイン USA のものもあれば、アジア生産の CM996 というものがあって、こちらはまさしくアジア生産のものを Amazon で購入しました。大体価格はですね、1万5千円前後で買うことができるので、まあ、ニューバランスとスニーカーの中では割とですね、購入しやすいような価格帯になってるかなと思います。まあ、ちなみに 990V6 とか、この992とかは3万円台中盤以降なので、 ちょっと買いづらいんですよね。まあそのあたりはちょっとマニアックで試行品だと思っていただいて良いかなと思います。相当ファッションが好きでニューバランスの沼にハマってる方であればこのあたりおすすめなんですが一般的には全くおすすめしないスニーカーかなと思っています。僕のチャンネル的に相性がいいのはやっぱり996で一番ですねクラシックなニューバランスのデザインかなと思っています。まあ、全体のフォルムもそこまでですねボテッとしてなくて適度にシャープさがあって N のロゴの大きさ これはしっっかりめになっていますすががデデザザイインン的にににははミニマルででね無駄は一切ななななないいいいいの非常使勝手ようなそんなデザインになってるかなと思いま,すまあ、履き心地で言うと、990とかと比べれば、やっぱりちょっと変わってくるんですね。高ければ高いほどソールに使われている素材感だとか、そういったもののレベル感は上がるんですが、まあ、十分996でも履きやすいです。ローテッケーのスニーカーに比べると圧倒的に使いやすいので、このあたりは、一番最初にトライするとですね、いいスニーカーというところは、未だに 変わらなななななないいいいいいかかと思っっていますすググレレーーーの色合いもんいいんででよよねなんかやぼったくないようなシャープなグレーでこの辺りの色合いと、あとはですね、ちょっとこの辺りですね、ややベージュっぽいですね、素材が使われていまして、この辺りのちょっとしたアクセントも効いていて、なかなかですね、バランスの一足に仕上がってるかなと思います。まず最初に履くのであれば、996がナンバーワン。これは未だに間違いがないところかなと思っています。じゃあ続いてのナンバーワンはどれかと言いますと、比較的 やすくてファッションとの親和性が高いというジャンルでナンバーワンこれは何かというと 2002R ですねこれがですねまあ、最近様々なセレクトショップでも取り扱いがありファッションが好きな方の中でも非常に定評があるようなモデルとして皆さんにもお勧めしたいモデルかなと思います初級者向けナンバーワンはこちら996で 中級者向けナンバーワンはやっぱり 2002R なんじゃないのかなと思っています。僕はですね、これまで2足購入しまして、以前持っていたものはですね、2002R のグレーなんですけども、ちょっとオリーブがかったようなもの。まあこちらに画像を載せておきたいなと思うんですが、まあこちらを所有していまして、かなり吐き潰しました。まあニューバランス僕はグレーが圧倒的に好きで、まあ見ていただくと分かる通り、ほぼグレーなんですね。唯一こちらの1906だけですね、ベージュなんですけど、 まあ、これもちょっとグレイッシュなところがあるので、まあ、どれもですね、グレーっぽいものが多いんですが、まあ、こちら、まあ、以前買った 2002R に関しましては、グレーの中でもちょっとオリーブに傾いたような絶妙な色合いで、やぼったいんですね。正直試着した段階で、かっこいいのかかっこ悪いのか、なかなか自分の中で決断できなくて、結構悩んだんですよ。まあ、それぐらい曖昧な色合いが、まあ、えってですね、服が好きな方にはズバッとハマったわけなんですが、まあそ こちらのちょっとオリーブがあったグレーを履きつぶして、まあ、最近よく空いてるのは、この、ゴアテックスバージョンですね。こちら、昨年購入したモデルなんですが、まあ、グレーの中でも、ダークグレーですね。深めのグレーになっていまして、で、ゴアテックスモデルということで、まあ、最近このような、ゴアテックスを搭載したような、ニューバランス、もしくは、クラークスのワラビーだとか、そのあたりも、ゴアテックスモデル増えてきているんですが、これは使い勝手がめちゃくちゃ良かったです。先日ですね、雪が積もる北海道に旅行に行ったんですが、その その際にも持っていったのはこちらの 2002R の ゴアテックスモデルでした。割とですね、ソールもしっかりめになっていて、雪でもそんなに滑らなかったので、非常に使い勝手が良かったですね。雨の日でもガンガン履けるというところでは、このゴアテックスモデル良いかなと思います。こちらもソールの厚みとしては、9 9 6に比べると、やっぱりしっかりめになってるかなと思います。5つ目でや暮ったい雰囲気があり、だけども N ロゴはそんなに大きくないんですね。このあたりはちょっとやりすぎないようなバランスは取れてるかなと思います。まあ、サイドから見た 時の横顔ですすねね結構デザイン的ににには複雑性があっっってて996比べると凝った机になっていますよ、ね、この辺りも含めて、個人的にはファッションが好きな方にもハマりやすいようなモデルかなと思っています。まあ、990V6 に比べると、スウェードの分量も多いので、この辺りの大人見え感っていうところでは、割と2002の方があるのかなと思っています。で、こちらはですね、アジア生産なので、価格的には、まあ、2002R の中でもいろんなモデルがあるんですけど、 けども1万円台後半からゴアテックスで2万円台こう中頃ぐらいなので990番台に比べると割と買いやすいというところがあって996に比べるとやっぱりかぶりにくいのとちょっと2に見えるというところでは 2002R がかなり中級者的な一足になってくるかなと思っています今買えるものでお伝えすると 2002RST というモデルがあるんですねこれも画像を出しておきたいなと思うんですがこれがですねいわゆるニューバランスの ど真ん中のグレーかなと思ってていまして今までですね、2002R の中ではこのような色はいなかったですね。先ほどご紹介したこちらのオリーブがかったようなグレーと比べると、まあ、ど真ん中に近いような配色で、割とですね、いろんな方に癖なく履いていただけるのが、まさにこの ST というモデルかなと思います。まだ在庫状況としても買いやすいかなとは思うんですが、まあ、どこかで火がついたらなかなか買いづらくなるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、早めにチェックをしていただきたいなと思っています。また今 変えるですねゴアテックスモデルだと M2002RGTXC というモデルがあって、まあ、こちらの僕が持っているダークグレーよりももうちょっと明るさがあってそれこそ僕が以前持っていたちょっとオリーブがかった 2002R に近いような色味でそこにゴアテックスが搭載されているということでこれもなかなかいいんじゃないのかなと思いますこれも結構人気でゴアテックス搭載モデルはちょっと前ビームスでも別注であったりしたんですが結構それも早く売り切れてして しまってプレネがついてたりするのでちょっとゴアテックスモデルは早めにチェックした方がいいかなと思うんですがまあ、2の方にもある程度理解していただけるようなそんな 2002R は個人的には中級者向けのナンバーワンなのかなと思っていますでなんだかんだで僕が一番よく履いてしまうという意味ではバランス感ナンバーワンというとこでお伝えしたいのがこちら1500ですね 持ってるものの中でも一番くたびれてると思うんですね。まあ、昨年買ったんですけども結構吐き倒したのがこちらの1500ですね。まあ、N のですね、ロゴがちっちゃくてコンパクトなんですね。これは数あるニューバランスの中でも結構新しいアプローチだったかなと思います。刺繍でこの N ロゴが表現されてるのもまた上品で、これメイドインイングランドということで英国製なんですよね。どこかですね、ちょっとこう品のいい質感が伝わってくるかなと思います。で、グレーの中 中でもいわゆるです、ね、都会的ななグレーだなと思うのがこの 990V6 とか992のこのあたりだなと思います。一番好きなのはこのあたりのグレーで、あと996のグレーもですね、プレーンで使いやすいかなと思うんですが、こちらの1500に関しては、ちょっとこうベージュが混ざったような曖昧なグレーの表現なので、これまたすごく好きな色合いかなと思います。ソールの厚みもそこまで厚すぎないですし、履き心地もすごくいいし、どの角度から見ても 完成度が高いいデザインというとうころでは1500とこの辺りは好みだと思うんですね。まあ、992の方がもうちょっとゴテッとしていて、上品に見えるのが1500。この辺りがデザイン的な完成度が非常に高くて、やぼったくなってくるのが2002だとか、 あとは1906ですかね。このあたりはちょっとゴテゴテ系なんですね。なのでよりダサかっこいいっていう方向に触れてくるかなと思うんですが、まあ、デザインの完成度だとか価格帯も2万円台だったと思うんですね。990番台に比べると買いやすいんですが、メイドインイングランドで質感も良くて大人の着こなしにはまりやすいというところでは、普段ですね、活躍する場面が非常に多いのが1500なので、そういったところでは汎用性が高いもののナンバーワンと そしてこちらを上げてみたいなというふうに思っています。で、最後触れてないのが1906のベージュなんですね。これビューティーユース別注モデルをですね、昨年末ぐらいに購入したんですが、 これはですね、なんかナンバーワンというところにはなかなか入ってこないかなとは思うんですね。まあ、強いて言うならカラーリングが個人的にはすごくいいなと思っていまして、僕はですね、グレーのニューバランスばかりを買ってしまうところがあって、それなぜかというと、いつも履いてるボトムスのカラーがブラックが多いんですね。そしてブラック以外によく最近履いてるのがホワイト系のパンツなんですけども、それらと一番相性がいいと思っているのが、 グレーーーのスニーカーなんですね、まあ、ブラックのパンツに対してネイビーのニューバランスだと結構ですね、足長効果があってそれはそれで良かったりするんですが、ちょっと退屈に感じられてしまうんですね。ブラックのパンツに対して少し色味を変えてあげたい。そこでやっぱり活躍してくれるのがグレー系の色味かなということで、 僕のライフスタイルにはこのあたりがすごくハマりがいいんですね。あと白パンですね。白パンに対してブラックネイビー系の靴だとコントラストが高くてそれはそれでいいんですが、それよりも ホワイトとモノトーン系で相性が良くてそこまでバキッと色の違いが出ないようなグレー系のスニーカーって白パンにもめちゃくちゃハマりやすいんですよ。そう考えるとグレー系の中で色々と楽しみたいというのがあって、まあ、こういったラインナップになっていくわけなんですが意外とベージュもですねハマりがいいんですね。白パンと履いた時にもですね割とこう色の馴染みも良かったりしてパンツとも一体化しやすいのでなかなかこの組み合わせも良かったんですね。でデザインは1906は めちゃくちゃゴテゴテしてるんですね。この辺りちょっと三角形になっていたりだとか、あとはですね、この N ロゴの部分に紐が通ってるんですよ。 これわかるかなこのあたりのですね、ちょっとした机の面白さなんかは魅力的かなと感じています。ちょっと甲も高めで、ソールもですね、ゴテッとしているので、もりもりのデザインではあるんですが、この別注カラーというところでは他にはない魅力を感じているので、まあなかなか気に入ってるスニーカーですね。ただニューバランス色々と持ってる中で、なかなかナンバーワンというところではハマってこないかなと思うんですが、まあこんな形で僕の中でもいろんなニューバランス持っていますが、いろんなジャンルのナンバーン ナバー1が集まってというような、そんなラインナップになっているかなと思っています。 はい、ということで、今回の動画では、ニューバランスナンバーワン決定戦ということで、まあ、私物のニューバランスをまずは、この上に乗っけてみて、ジャンルごとに、どういったものがナンバーワンなのかというところをお伝えさせていただきました。ま、ぜひ皆さんもコメント欄で、どんなニューバランスを愛用しているのかだとか、この値のニューバランスもめちゃくちゃいいよというのですね、情報をお伝えいただければなと思っています。まだまだ僕のニューバランスの知識としては、そんなに深いところはなくて、様々なチャンネルだとか、書籍を見ながら勉強している最中ではあるんですが、 ほぼ見たくれ一択で選んだのがですね、このあたりのメンツなので、まあそれぞれの良さは非常にあるような、そんなラインナップになってるかなと思います。まあこれからもですね、ニューバランスいろんなモデルが出てくるかなと思うんですね。本当に魅力的なものがどんどんリリースされていくので、どうしようか迷ったりはするんですが、その中でも、まあ丁寧にですね、これからもニューバランスをスニーカー揃えていきたいなと思ってますし、皆さんにご紹介できるようなものがありましたら、全力でこれからもお伝えをしていきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人な に向けてメンツファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですがもう少し中級者向けの内容に関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています今日のスニーカーの中で言うと 990V6 この辺りですとかあとは992ですねこの辺りも早い段階からお伝えをしていますあとは 2002R この辺りはですねまさにですねメンバーシップ向けのシューズかなと思っています、まあ、普段の僕の動画よりももうちょっとコアなものを知りたい たいなとか中級者的なものを学びたいなという方はですねぜひメンバーシップチャンネルの方もチェックをしていただければなと思っています週にオイジアの動画を3本アップしていまして、まあ、それ以外に1本はですねライブ配信やっていまして皆さんと交流しながらいろんなご質問にお答えしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方も多いかなと思うんですね、まあ、そういった方のためにオンラインサロンっていうものもやっていまして 今おすすめのアイテムは何かとか、あとはコーディネートのポイントは何かというところですね、文章と写真ベースで分かりやすく解説をしています。僕も毎日発信をしていますし、僕以外のスタイリストだとか、専門家の方だとか、あとはですね、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができて、おしゃれが好きな方が集まるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのお山むしでした。また次回の動画もお楽しみに。